はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドの今日もちょっとね、昨日と同じ構築なんですけど、カジュアルバトル引き続きやっていこうと思います。昨日の動画だとペリッパー、キングドラとギルガルド、ミミッキュぐらいしかね紹介できてなかったなって思うんで、ちょっとハッサムをねなんとか出せるような試合があったら嬉しいなぁと考えてるんですけど、さて出せるかなこれ。まあ、相変わらずペリグドラ、ペリグドラか滑舌ゴミだけどね、ペリグドラが割と通ってる雰囲気はある。ただバンギーとどっちが早いんだっけ、覚えてねえなー。もう後からでも展開した方が良さそうだから、ルナーラいいんじゃん。しかも相手どうすんの、俺勝てんのルナーラに。ミミッキュを入れるべきか否か。ミミッキュ、ハッサム、ペリグドラとかで行ってみる。ちょね、ルナーラどうすんの。いや相手もさ、なんだっけ、ウーラオスだっけ、あ使いたいんだなっていう雰囲気はあるじゃないですか、入ってるから。もうルナーラっていいの。いやいいんだけどね、カジュアルバトルだから全然ルールに反してないから問題ないんですけど、ルナーラどうしようか。ウーラオスから来る、はいはいはい。それどっちなんか2個あるよね、一撃必殺の方か、こう連チャンコンボの方か。こいつなんか水拳みたいな構えが。これ相手を確認しようか。格闘水だからこれ連チャンの方だね。水拳ファイター、水拳ファイター、お帰りからでいいかな。水流連打、はいはいはい。なんかね、ウーラオスもシーズン、次のシーズンかなからランクマッチでどうも使えるみたいなんで、まあ、このポケモンについてもちょっと理解をしておきたいですね。え ?3 回打てんのこれ。何発飛んでくんのその技。全部急所に当たるっていうのはなんか聞いてるんですけど、連続技なんだ。それちょっと厄介だな。しかも素早さもまあまあ、早かったはずだから、グゾってどんぐらい速かったっけ、もう全然覚えてないね。137だから多分ウラオスより遅いんだよな。グドラから入っ、まあペリッパーから行くのがでも素直か。丁寧に行こう。まあまあ連撃の数次第。あでも水タイプなんだっけあれ。ただでも有効打がそんなにないと思うんじゃないかな。暴風で。で、どっかのタイミングで、グドラを置ければ、ダイマックスも含めて多分、スイープできるんじゃないかな。はい、水流連打。どんぐらい入るフェリッパーに対して。半減だけど。2発。3回飛んでくるわ、でも。ああ、3回なんだ。そういうこと?それとも、5回まであるってことなのかな?ちょっとわかんないけど。あ、オッケーオッケー。ちゃんと暴風で吹っ飛ぶね。なんか、A と B と素早さがまあ、ちょっと高いぐらい。で、A と B が高いっていうポケモンだから、特殊技にはそんなに強くないはずなんだね。ん?なんだ、お前。こいつ。ボーマンダって名前にしてんじゃん。それいいのかよ。ここトンボ帰りで。ペリッパキリですね。雷。はいはいはい。で、これでアメターンが残ってるんで、キングドラを展開していいんじゃないですかね。アメターンが残り2ターンか。そしたら、ミミッキュ引きもちょっと嫌だけど、ダイマックスして、だってね、そのまま連れてきてそのまま使ってるから、ダイマックスアメだけは食わせてあるんですけど、ダイドラグーンの枠とか流星群の方がいいよな、絶対。ミミッキュ考えるんだったらダイアイスだけど、天気変わっちゃうんだよな。ただまあダイマックスは切るのは絶対で、
ダイアイスで落として、その後開始のターンでヤバいポケモン、ダイドラム打つか。ミミッキュならそれはそれで、あー引いてないなら OK。 ミミッキュ引いてたらハッサム引くこともこっちが引き直すことも考えたけど、ダイマックスが切れちゃうのも微妙だよなみたいな。いやキングドラガチみたい好き、この口がひょこってなってる感じね。タツノオトシゴをなんかかっこよくしたドラゴンみたいな感じだけど、あ相手もダイマックス切ってるんだ。落ちないかな、落ちるよな。いや流星群ダイマックスだったら絶対落ちる。いやわかんない。ダメージ感覚が全くわかんない。キングドラもちょっとしか使ったことないしね。むしろなんか小学生の時に好きだったポケモンとかそういうレベルだよね。見た目が好きっていう話だから。あー好きなんだ。まあハッサムの圏内ならそれはそれで悪くないかな。はい、Aダウン。ライドラグーン耐えないよな。耐えるんだ、えらいね。いいねいいねいいね。そしたらばアメタンこれ切れるでしょ。玉ダメも次耐えるから、裏になるべく通る技を打ちたくて、この状況だったらストリームかな。まあボーマンだと相打ちでも全然いいですよ。でこれで裏のポケモン次第と。キングダイより遅いポケモンだとすごく楽なんだけど、果たして誰が出てくるか。ミミッキュ、バンギだったら全然 OK。 出れんね。なんでこの人のネーミングセンス結構好きだけど、で出れん。おいいね。そしてそしたらストリームでいいんじゃないですかね。最大打点で削ってハッサムのバンチ圏内に持っていくみたいな。どんぐらい入るんだろう。うわすげえ強い。いいね、楽しいわ。アメパっていうかこれ殴り合うパーティー楽しい。久しぶりに使うと砕き、まあじゃあこれあとハッサム先制技なんで絶対 OK ですね。受け力が楽しくないわけじゃないんだよ。いや楽しくはないなあれは。なんか勝つためにあれがいいと思って、僕はいいと思ってやってるからいいんだけど、楽しいかと言われるとちょっといささか疑問だね。まあ、バンチで取っちゃいましょう。多分相手ルナーラ出さないでくれたな。優しいわ。こっちの構築見て、使いたい人なんだろうなって新しいポケモンだから、ルナーレやめとこうって出さないでくれたわこれ。はい、対戦ありがとうございました。じゃあ続けてね、もう一戦やっていきます。はい、じゃあ2戦目ですね。対戦相手の人はこれはどういうあれなんだろう。ウーラオスが入ってて他は既存のポケモンだから、とにかくウーラオスを使いたいみたいな感じなのかな。これもアメ選出でいいんじゃない。ペリグドラじゃないと多分パチンコドラゴンに勝てないんだよな。先にペリッパで展開してグドラっていうルートじゃないと勝てなそうだよな。でこうなると裏に欲しいのはミミッキュかな。ミミッキュね、持ち物であぶれちゃってね、命の玉持たせようかなと思ったんですけど、キングドラが命の玉の関係で持ち物あぶれちゃって、呪いの札がねそういう時は選択肢になるかもしれないんですけど、まあ、呪いの札は持ってないと、持ってなくて、まあ、悪鬼ミミッキュとかも今いるんですけど、まあ、悪鬼の実は持ってるか持ってないかさえ分かんないし、そのミミッキュ、その挑戦のミミッキュも持ってないんでピントレンズにしてます。ただチャドークローが急所に当たりやすい技だから、やってることは強運トゲキッス、強運ピントレンズトゲキッスと一緒じゃないっていうね、いうことで、まあ、自分を納得させて持ってきてます。パチンコドラゴンから来たか、これ嫌だったんだよな。
外してくれると楽だけど、まあトンボ返りだね。また好きなんで、トンボ返りでキングドラで展開した後にペリッパ切りながらもう一回雨の再展開みたいなノリはある。あ、オッケーオッケー、来た来た来た。パチンコ決まってるわ。いやこれ相手がパチンコに失敗してるだけだからね。こっち的には別に、ミミッキュ、いやーキングドラでいいでしょ。とにかくアメパが強い動画になってるね。竜の波動でいいんじゃないか。相手がダイマックス切ってくるんだったらこっちは選択を変えたいけど、アシレーヌに引かれた場合だよね。まあ、竜の波動で引き、ニャオニクス、はいはいはい、いたずら心持ってるやつだよな。パチンコドラゴンは最終的にはミミッキュでも見れるでしょ。ドラパルトもいける。これグドラ雑に暴れて最後ミミッキュ通すのにのがいいか。光の壁、はいはいはい、まあ、これは OK だね。おぉ。ニャオニクスが割と安く取れたのがでかくて、あとパチンコドラゴンと、まあ裏が誰かみたいな話なんだけど、誰だろうな。ここでパチンコなんだ。多分粘土なんだよな、ニャオニクスは。だから、グドラで多分暴れきれないでしょ？切っちゃう方がいいんじゃないかな。竜の波動で。ダイマックスも切らないですね。ここ相手ダイマックス。マックスしてくんのかな。まあいずれにしても裏からミミッキとタスキ持ってるフェリッパーで詰めれるといいな。詰めれるかどうかはちょっと謎が多いけど、まあ、いけると信じて。こいつもな、見なくなってほしいけどな。このこいつとウオノラゴンとあのヒヒダルマ、ガラルサンバカドリオとか言われてるけど、こいつらを見なくなる日が来るのかな、いつか。なんかあれだね、過去作のポケモンがガラルに入ってきてガラルのポケモンをボコボコにしていくとさ、なんか外来種がなんていうの、どっかの国に、例えばブラックバスとかってそうじゃん、大量に入ってきてそこの生態系壊しちゃうみたいな、そういう雰囲気があってちょっと好きだけどね。まあ、ミミッキュでダイマックス切っていいんじゃないですかね。ダイフェアリー受からないよね。ダイフェアリーで。飛べるよね、さすがに。パチンコドラゴンって耐久なかったはずだけど。いや、わかんない。硬いのかな？いや、ないよな、さすがに。ねえ、なんか受けループ的な構築を使うんだけど、ミミッキュも、長らく使ってないね。かれこれどれぐらいなんだろう。3、4ヶ月ぐらいミミッキュと一緒に戦ってなかったわ。オッケーオッケー。で、ミミッキュなるべく最後の一手を削って、まあ、光の壁切れれば、ペリッパータスキ込みで、いい感じのバトルができるんじゃないかな。先が全然読めない。まあ、新しいポケモンがいるっていうのもあるし、シンプルに理解が浅くて全然何が起きるか予測がつかない。予見しがたい対戦内容が。これ水の方だっけ。こいつもしかして連撃でミミッキュ吹っ飛ばせるみたいなのある。やばいかな。ミミッキュより早いよね。まあ、雨は上がってるからダメージとしては、そんなに深刻ではないと思うんだけど。これミミッキュキラーなのかな？このポケモンもしかして。強いよね、だって。化けの皮壊しつつ。まあ、ダイマックスでそれを覆すかどうかみたいな感じか。二度蹴りとかさ、ドラゴンアローとかって基本的に2発当たるはずなんだけど、この技3発当たってるのすごいね。威力どんぐらいあるんだろう。
これでも環境入りしそうな気がする。少し楽しみ。 OK、 気づいたら勝ってたわ。じゃあ今日もねこれで対戦終わります。ちょっと次回は構築変えれたらいいなぁと考えてます。じゃあ GG。